速攻首位アーセナル神試合、17位のルートンとまさかのシーソーゲーム。トミやらんな、トミベンチにいないやんけ。ジェンコも外れるんか。ジンチェンコは休養だろう、トミベン外はやっぱり不安だな。左サイドは苦しそうだな、右で作って若々ゴリ押していくか。坂200試合目かよ、すごいな。この12の回はやってくれそう。安定のサリバ。ハバーツ等でもが誘導的で面白いな、今日は2世3やってないから動くスペースがあるわけだ。いちいちアフターかましてくんな、こいつら監督の指示なんか。ホワイトの神クロス、ホワイト初足じゃね、不調抜けたか。トロチェンコ頼んだ、トロ来たら大丈夫や。ルートンこの時間展開でドン引きしないのはすごいわ。ルートン勝ち点1に切り替えたか。お米来たー、神、やったー、やばすぎ、おーおー、ライスあー、うわー、神試合、やっぱ主人公なんだよな。これはイングランドの秘宝。主人公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 主